棋士の中川大輔です。今回ですね、一手ずつ解説する右四間飛車、こういう本を、書かせていただきました。これがですね、右四間飛車一本で対振り飛車、対居飛車どちらにも使えるというね、非常にお得な、内容になっております。ぜひね、ご覧いただけたらと思います。で、この本の中にですね、コラムを2本ほど書かせていただきました。で、そのうちのコラムの一つがですね、私の趣味の登山について、ちょっとだけ書かせていただいたんですけども、その登山で、登山研というのがですね、将棋連盟でありまして、まあ、私が主催する登山のサークルですね、登山といっても、本格的な山というわけではなくてね、日帰りのハイキング程度の、山に、棋士とか、奨励会員とか、将棋関係者あるいはそれ以外の方、大勢でこう登って、まあ、一日楽しむという、まあ、そういうのがあるんですけども、その登山系についてね、ちょっとね、写真を交えながら、今日はねお話しさせていただきます。ちょっとご覧ください。これね、登山系の一コマなんですよ。これね、ちょっと見えるかな、この竹川岳というね、これ埼玉の方にある山なんですけどね、1000メートルぐらいの小さな山なんですけども、ここに、棋士のみんなと、あと他関係者の方数名でね、この時12、3人ぐらいいたんでしょうかね、行きました。これ、ね、写真ね、よくご覧になるとお分かりなんだと思うんですけど、渡辺名人がいらっしゃいますね。ここ、私これ、このブルーのこのね、上になんかジャンパー羽織ってますけども、その隣、この黒い、スポーツウェアに身をまとっているのが、渡辺名人です。で、紹介しますとね、真ん中に笑顔で微笑んでいるのが久保田七段です。で、隣に白い帽子かぶっているのが、高田七段で、一番、左が、上村五段ってね、他もね、棋士がね時々ね、他、藤森段とかね、石田五段とかね、いろいろ来るんですよ。で、何をやるかというと、まあ、もう山登りなんですけども、朝早く集まって山へ登って、それで、山頂でみんなで、いろいろね、材料を持ち寄って料理を作るんですよ。で、これね、貴重な一コマなんだけども、皆さん見てください。これね、ちょっと写真ね、半分途切れてんだけども、渡辺名人が調理してます。これわかりますかね、この坊主頭の特徴のあるこの名人のお姿、盤上の迫力とはだいぶ違う、このほんわかしたムードのね、渡辺明名人の姿です。なんか肉焼いてますね、これね、隅っこの方で。で、私なんか食べてます。その渡辺名人が作ったやつ食ってるんでしょうかね。のんきです。で、この背中、写真背中しか写ってないの、これ久保田氏なんですね。みんなでね、こうやってね、調理しながら、飲み物飲みながら休憩してんですね、山頂で1時間半とかね、ゆっくり過ごすと。これがみんな楽しみでね、来るんですよ。重いものを背負って長い時間歩いて汗かきながら、で、この登山研と言われるのね、山の勉強するわけじゃなくて、なぜ登山研かというと、上で将棋を指したりもするんですね。これ見てくださいね。これね、今誰々戦だ、これはね、八代渡さんですね、若手の7段かなんかで、ね、今で、これ久保田氏なんですね。こうね、この鉢巻き巻いて完成してるの私ですね。これね、これ将棋なんだけども、なんかこれ遊び将棋ですね。盤面がちっちゃい、なんでしょうね、これね、特殊な将棋やってますね。まあ、こういうふうに山頂でも、まあ、これちょっと本将棋じゃないですけども、将棋をやったりして、まあ、遊んでるので、登山研という、ね、研究会の名前がついてるんですよ。山の研究するわけじゃない、かといって将棋を真面目に研究するわけじゃないんだけども、なんとなく登山研という、ね、名前が定着しました。まあ、このようにね、みんなでワイワイと、楽しくやってるんですね。私もね、一応ね、リーダーなんでね、調理もいたします。これ見てください、この有志、私のこの有志を、なんか野菜炒めですかね、これね、なんかもやしがいっぱいあって、なんか作ってますね。
まあ、私野菜炒め担当じゃなくて、大体通常はね、肉を持ってって肉を焼くんですよ。ステーキを持ってってカチカチに凍らせたステーキを持っていくと、山頂に着いた頃程よく溶けてくるんですね。でその、溶けた、ステーキを、柔らかくなったステーキを、バーナーを使ってフライパンでさーっと炒めてみんなに振る舞うというのを、ずっとやってきました。だからなんか私が山頂で調理すると、大体肉というイメージがね、なんか定着したみたいで、なんか 肉の中側みたいな感じだったんですけど、この写真は野菜を焼いてますね。これね、誰が持ってきたのか、たくさん、炒めてますね、のようにね、楽しく、山頂で遊んでるんですけども、まあもともとですね、この登山犬というのはですね、初めは私、まあ、弟子が何人かいるんですけども、まだその弟子たちが、まあ、中学生ぐらいだったでしょうかね、まあ、運動不足解消の意味でね、少しこう将棋だけじゃなくて外においしい空気吸いながらね、ちょっと運動しようということで、まあ連れてったのが始まりだったんですよ。で、それがもうそれ、ね、20年近く前でしょうかね、20年近く前で、その頃弟子が、3人かそれぐらいいたんですよね。でみんなで行って、まあ登って、ちょっとまあおにぎりぐらい食べてね、山頂で。でそういうのを続けたんですけども、その弟子たちが、まあ、仲間 の、まあ、友達の奨励会にですね、修行中の子どもたちを連れてきて、その子どもたちも一緒に登ると。でその仲間たちがですね、またその友達を連れてくるんですよ。そしたらだん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 増えてきちゃって、でだんだんその弟子たちもね、この初め中学生ですけども、まあ、高校生ぐらいの年になって、まあ大人の年齢になってきて、で大人の年齢になるとだんだん交友関係も広まりますから、また、新たな仲間を連れてきてということで、だ延べでいうと相当数登山犬に参加してるんですけども、まあ登山犬といってもね、その定期的に開催するんじゃなくてね、本当に不定期で、私がちょっと行きたいなというふうに思った時に、じゃあ行くか、はい行きますって手を挙げた人誰かが来るんでね、もう不定期だし、メンバーも固定されてるわけでもなくて、本当に気まぐれで開催してました。でそれでももう、もう3時くつの間からもう20年以上ね、そういうことをずっと続けてます。未だに続けてて、今ちょっとねコロナの情勢なんで、ね、あんまりこう大っぴらにね、その肉たくさん焼いたりね、そういうことはできないんですけども、まあ粛々と、続けてると。で今はですね、もう将棋関係者のみならずね、学校の先生であるとかね、漫画家の方であるとかね、その他いろんな職種の方がね、一緒に下手をしたら、この私は全然知らない人がね、もう お会いしたこともないような人も一緒になって登ってるということも稀ではありません。あとまあ嬉しいのはですね、自分たち その弟子とか、あるいは、子供の頃から面倒見て大人になって、将棋界を去ったけども、そういう人がまた戻ってきてね、登山犬に参加したいというふうな、いわゆる昔奨励会にいてね、お世話したような子供たちも、大きくなって参加したりね、あるいはそういう、人が、結婚して奥さんと一緒に参加したりとかね、そういうのもあるんで、ね、非常にこう嬉しく思いますね。なんとなくこうみんなこう集まって、ワイワイとやって、またそれぞれの自分のその持ち場といいますかね、ところに戻って、また頑張ると、次の登山犬の時また参加していると、まあ、そういうサイクルで、ずっと何年もね、やっています。まあ登山はですね、私は今東京 の奥多摩というところにね、住んでまして、非常にこう山奥です。で山奥で、まあ、自然豊かなんですけども、まあ、そういうところにねみんなをちょっと美味しい空気を吸ってもらおうということで、今、まあ、積極的というほどないんですけども、年に大体 3,4 回ぐらい開催するように、しております。特に今あれですね、コロナ禍でなかなかこう、大っぴらにこの旅行とかね、そういうことができませんので、であればまあ、都内近郊で、せめてこうリフレッシュさせてあげたいという気持ちで、なるべくこう登山犬を開催するように、いたしております。でなぜかね、登山犬もね、例えば渡辺
秋葉さんの奥様の、稲めぐみさんがあの漫画に、書いて紹介してくださったり、あるいは、まあ、今回もですねこういう YouTube でね、紹介させてもらってますけども、あの騎手とこの登山のこの関わりというのが非常にまあ珍しいようで、非常にこの私もこの登山犬に関してね、あのファンの方とかね、関係者の方にいろいろ質問されることが、増えましたけども、皆さんもぜひですね、もし機会があれば、なんか一緒にねこう登山をするようなね、企画ができればね、非常に私はね、嬉しく思うんですけどね、行く場合ですとね、例えば、まあ、私は奥多摩が多いんですけども、そうですね、あの丹沢とかね、あの神奈川の丹沢で、まあ、高尾山周辺でもいいですね。高尾山もあの東京から、非常にこう、ね、あの都内からあの交通の便もいいですし、高尾山だけじゃなくてね、そのもう少し先あの陣馬山まで行くと結構な距離ね、10キロ以上ぐらい歩くのかな、たくさんこう歩いて非常に自然豊かなところを歩けるのでね、そこもなかなかいいコースなんですね。あとは、そうですね、埼玉 の、 あの秩父周辺の、ね、山なども非常にこう都心からあの、比較的こう便がいい、特急もありますから便がいいですし、そういうところなどもね結構おすすめのポイントになりますね。まあ、一番 の、 あのおすすめは、まあ、奥多摩なんですけどね、非常にこの、急峻な山が多くて、あの初心者だとちょっと大変かもしれませんけども、ある程度山慣れしている方でしたらね、非常にこう登りごたえのある山が多いと思います。東京で一番、高い山、標高の高い山が2017メートル の、 あの雲取山という山なんですね。埼玉と東京と、山梨にこうまたがってる山なんですけどもね、2017メートル で、 でそこはですね、まあ、日帰りで、まあ、頑張れば日帰りでね、あの登れますけども、山荘といいますかね、泊まる施設もあの山頂にありましてね、そういうのも利用すれば、1泊2日の形で、比較的楽に登ることもできます。といってもね、ある程度 の、 その下準備は必要ですけどもね、まあのように、私などね、あのこうやって、将棋の、まあ、棋士ですけども、あの奥多摩の山をね、紹介したり、あるいは登山をね、登山の良さを、皆さんにお伝えしたり、そういう、まあ、将棋指しがそんなことしてどうなのかなと思うんですけども、まあ、そういうこともね最近させてもらったりしてます。山の番組などもね、あの呼んでいただいたりして、出演したことがありますけども、とにかく私などね、あの将棋指しで、まあ、今棋士になって34年ぐらい経つんですけども、やはりこの普段、ずっとこう一日中ね、座ってますので、どうしてもねこのストレスが溜まったりね、あるいは運動不足になりがちなので、できるだけそう歩くことによって、そういうストレスをまあ発散して、で、まあ自身 の、 その健康管理にも一応、プラスになるのではないかということで、やらせてもらってます。まあ、今回ですね、あのこの、だいぶねちょっと話がね 山寄りになりましたけども、今回こういう民主権者の方ね、出させていただきましたけども、この中にねちょっと登山犬のねちょっとねこう心温まるエピソードもね、盛り込んでありますので、これをお買いいただいて、そのエピソードでちょっとね、リラックスしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。